第16総攻的弾兵旅団、ラウェンブルク広告は、ドイツ連邦陸軍の旅団の一つ。第6総攻的弾兵士団霊下にあって、旅団司令部をベントルプ・バイ・ハンブルク及びエルメンホルストに置き、旅団霊下部隊は、ヘルツオークトゥム・ラウェンブルク軍一帯に駐屯していた。1958年に、フレンスブルクで編成された A6 戦闘軍を元に、旅団に改編され、 当初第3装甲士団霊下にあって、霊下部隊は、フレンスブルク、シュレースビヒ及びフースムに駐屯していた。当初の旅団霊下部隊は次の通りであった。旅団司令部中隊、第168装甲偵察中隊、第16敵団兵大隊、第162敵団兵大隊及び、第26敵団兵大隊からなっていた。1959年に、陸軍、 第二次編成によって、第十六総攻的弾兵旅団に改編され、第六総攻的弾兵士団霊下に編成外される。この時の旅団霊下部隊は、以下の通りであった。1969年に、旅団司令部はエルメンホルスト及びベントルプバイ、ハンブルクに移駐する。1981年、陸軍第四次編成により旅団編成に改正が、 加えられ以下の通りとなる。1987年に陸軍の全旅団に先駆けて名誉称号ラウエンブルク広告が与えられた。そして1994年5月5日に旅団は解体される。ありがとうございます。